こんにちは横浜市立大学の靴名と申しますよろしくお願いします今日はこれからオープンキャンパスの模擬授業を担当させていただきます今日の講義のタイトルは生物リズムの基礎研究から考える私たちの健康と題して話してみたいと考えました自己紹介と本日のキーワードです私は理学部で 時間生物学研究室を主催しております専門は植物学微生物学時間生物学分子遺伝学です微生物学の講義を担当していますまた理学部や医学部の共通教育では光合成や細胞の構造について講義しています本日のテーマは先ほどお話ししたように 生物リズムの基礎研究から考える私たちの健康と題して進めたいと考えています。キーワードは外日時計外日日時時計計リリズズムム生生物物ですまたご存知の方もいらっしゃると思いますがこのリズムが夜更かしや不規則な夜間勤務などで乱れると睡眠不足になり朝気持ちよく起きれなくなります。 そのため、昼間、精力的な活動ができなくなってしまいます。まず、生物リズムについて説明します。皆様は、リズムという語句に対して音楽をイメージするかもしれません。しかしながら、生物リズムとは、生物が示す様々な生物活性の繰り返しの現象のことです。その単位は周期として表されます。もちろん、 虫の鳴き声の生物リズムなど音の生物リズムも存在します短い間隔の生物リズムの例が一秒間隔の心臓の拍動ですこれは首や手首を触ることで感じることができますね赤字で示したのが今日のキーワードの外実リズムです 第約1日の繰り返しの生物リズムですその例が起きたり寝たりする活動リズムですが洞窟で実験して滞在すると約25時間周期になりますその半分約半日周期の潮汐リズムがありますカニの活動は1日に2回の頻度です 一年ごとに起きる季節に対応したリズムがありますこれは甲州性とも呼ばれ桜の開花や渡り鳥の移動熊の冬眠のことですまた興味深いのは13年ごとに成虫が地上に現れる素数ゼミがありますさらに長い周期の現象として笹の開花がありますこれは 40年から50年周期とのことですこのように生物リズムには秒単位から年単位までさまざまが知られていますその中で遺伝子レベルまで研究が進んでいるのが外実リズムですこの1日周期の生物リズムを最初に発見したのは18世紀の天文学者です お辞儀草が太陽の動きに合わせて起きたり寝たりする現象は古くからの謎でしたそこでこの天文学者は外の光が入らない暗い部屋の戸棚にお辞儀草を入れて観察することにしましたなんとお辞儀草はその暗闇の中でも外が明るいときは葉を広げ、えー、暗いときは葉を閉じたのですその後 このような人工の環境下で継続する約24時間周期の運動はさまざまな生き物に見つかりました生物体内には時間を測るメカニズムが存在するのですそのメカニズムにはおおよそ一日という意味から外日時計と名前が付けられました外実リズムは 環境の明暗サイクルや温度サイクルに同調しますが、数ヶ月間の人工的な連続照明と温度一定の環境下でも継続しておきます。左のカビは売地で、その菌種を一定の速さで伸ばします。そして、夜の時間に胞子を作ります。そのため、右端に植えた場合、毎日決まった時間になると、 胞子を作るため同心円状の模様ができるのです中央の図は発光微生物によって光る波とその発光の外実リズムですこの発光微生物は夜になると光が強くなりますその発光の強さの時間変化を示しているグラフです このグラフは連続照明における3日間の変化を示しています右のイラストは人間が活動している時間を連続名所条件下で記録テープに記録したものですで、このグラフは記録テープを24時間ごとに切り揃えたものでこの場合水色の時間帯で被験者が活動したことがわかります 実験中は外の様子がわからないので毎日少しずつ起きる時間が遅くなりますこの外実リズムには三つの性質がありますまずこれまでにお話しした恒常見下でのリズムの持続性です二番目が環境サイクルへの同調性ですこれは機械式時計のリューズに相当します 3番目の最後が外実周期の温度保証性ですこれは初期の機械式時計は備えていなかった仕組みですそのため寒い環境では時計が遅れてしまいました今では温度変化に影響を受けない仕組みが備えられていますまさに外実リズムにもその性質があるのですそしてこれらの外実リズムを引き起こしているメカニズムに 外日時計と名前が付けられたのですこれは外日リズムと外日時計の環境を表しています例えば血圧の外日リズムはホルモンの量的変化が引き起こしますさらにその変化をもたらすのが外日時計でその遺伝子です次にこれらの遺伝子の発見に至る経過を紹介します まず先にお話しした天文学者によるお辞儀層の運動の外日リズムの発見です18世紀に発見されましたその後進化論で有名なダーウィンも研究しました20世紀になると生理学的な測定が始まりましたまた 外実時計が体のどの器官に存在するのかが特定されましたそして1984年に症状倍の時計遺伝子が続いてカビ卵巣植物の時計遺伝子が発見されました今紹介したように最初の時計遺伝子は症状倍から発見されましたさらにこの生き物の時計遺伝子の 転写と翻訳を細胞内で調べてみると核内の時計遺伝子から細胞質を経由して作られる時計タンパク質これが転写因子として核内に戻ってくるということが分かりましたまたそのサイクルが24時間で繰り返されました これらのことから外実時計の正体は時計遺伝子と時計タンパク質の自己調節であることが分かってきました人間を含む哺乳類の時計遺伝子の探索がなされましたそして25年前に日本と米国の研究グループがそれに成功しましたこの3つのパターンは人、マウス、症状場への 時計タンパク質のアミノ酸組成の模式図です四角い場所はとてもよく似た場所を示していますつまり症状場合も人間もタンパク質のレベルではほぼ同じであるということが分かったのです人の染色体は23対ですが代表的な時計遺伝子の場所を2つ見てみると第4染色体と第17番染色体に クロック遺伝子とピリオド遺伝子があります症状倍は染色体が4対しかありませんが全体的な並びで考えると人と同じような場所に時計遺伝子があるそうですさて人を使って突然変異体を作るわけにはいきませんのでマウスで実験した結果です上は野生型の活動パターンです 野生型は規則性のある外実リズムを示しましたところが時計遺伝子の一つピリオドの変異体では連続安定検査では不規則となりましたもし人でこのようなパターンが起きた場合1時間起きては数時間寝るような症状が出ることとなるでしょう私たちの体はいろいろな役割の器官からできていますね それぞれがさまざまな外実リズムを示しますそのことからほぼすべての器官に外実時計があるということが分かってきました骨格筋肺肝臓の細胞が独立に機能する外実時計を持っているのです中でも脳の中央部の神経の束四甲砂上角はホルモン分泌を介して すべての機関のリズムをコントロールすることができると考えられています時計遺伝子ピリオドはすべての機関で働いていますですがこのグラフはマウスの各機関で時計遺伝子ピリオドがいつ働いているのかを調べたものです5日間分のデータですが脳とそれ以外の機関では機能している時間が 少し異なることが分かりました光や食事規則的な睡眠覚醒は脳や肝臓の外日時計に作用しますそれによって私たちは健康な日常生活を送ることができます体内で働いている外日リズムをしかるべき時刻に同調させる方法を知っておくことは重要です例えば試験開始時刻に 体中の外実リズムを正常にすることが挙げられます。そうすれば、試験に集中することができるでしょう。肝臓や胃の外実時計を元に戻すには、10日前から朝方の生活をする必要があります。石器時代に行われていた夜間の狩猟生活の名残かもしれませんが、若い男性は夜型が多いので、より注意が必要です。 すでに紹介しましたが外実リズムのの変調調は体いいいろろな不調にががることが分かっていますヨーロッパの高緯度地方では冬場日照がほとんどなくなるためリズムが同調できなくなり不眠や季節性うつ病になってしまいます先ほど若い男性には夜型が多いと言いましたがこれは不登校の原因の一つになりえます。 石器時代には必要だった夜の狩りももはや不要です夜型の性質は現代の生活においてはむしろ健康を害する性質となっているのですまた時差のある海外旅行に行って時差ボケとなり胃のもたれ睡眠不足になることがあります同様にシフトワークは国内での時差ボケを引き起こします 盲人の視覚疾患では患者は体内の外実リズムを同調できなくなっているので日中の強烈な睡魔夜間の覚醒に苦しみます普段皆さんが健康でいられるのも体の外実リズムが太陽に同調できているからですね体内の外実時計と外実リズムを揃えることは健康の第一歩です ご清聴ありがとうございました。